サディカー、本日はですね、ここ、バンコクにね、今来ております。僕は実はですね、先ほど、ファイザー3回目を接種してきました。はい。今回はね、嫁さんと子供をね、連れてきております。はい。で、本日はですね、ファイザーの注射よりも重要なことで、今回来ております。ここにですね。はい。それはというもですね、2月の27日に、ペッチャブのね、僕が住んでる田舎でですね、ソムタウン大会を、やるんですけども、その時にですね、商品のクロック、クロックっていうのはその、ソムタウンをこうね、作る、器みたいなやつですね。それをですね、デザインをね、していただいて、それで提供していただくっていうことになっている、バンコク在住のですね、ウェブデザイナーの後藤さんでございます。はい。はい。はじめまして。はじめまして。後藤です。ありがとうございます。はい。見てください。皆さん、ここ、壁。これ、先日僕ライブ見てましたけど、ライブでこう描いた、そうですね。ソムタウンの絵ですよね。はい。これもなかなか、後でちょっと、引きで皆さんにね、ご紹介しますけども、これ、どれくらいなんか、3日で。3日もかかるんですね。3日で、でも1日4、5、6時間ぐらいですね。ああ、なるほどね。ああ。これ、見てたんだけど、垂直だからすごい描きづらいんですよ。疲れない。そうですね。ただ、キャンバスってこう、曲げられるけど。曲げられるけど。まあでも、壁画っていうのは、多分そういうものだ。あ、そっか、壁画か。そうです。なるほどね。これはだから、事務所にの壁に描いたっていう感じ。そういうことです。ああ。素晴らしい。これと同じような感じの絵がクロックに描かれている。これのもっと細かい、ね。細かいの、ね。あ、これのもっと細かいの、ね。そうです。その大きいだ、このぐらいのクロックなんで。はいはい。そこにびっしり描いてある。なるほどね。後でお願いします。はい。わかりました。それではね、じゃあその商品のクロックをお見せしていただければと思います。よろしいですか。じゃあ、はい。お持ちします。はい。じゃあ僕はちょっとね、トイレに行きます。はい。はい、じゃあ、お待ちください。はい。少々お待ちください。はい、はい、よいしょ、しました。いや、押し込むしたことだし、そうですね、はい、僕もこれを持ってきたので、はい、じゃこれがお見せしましょう。商品のブロックですね。はい、よろしくお願いします。じゃあお見せします。わお、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 すごい。皆さん、見えますかね。はい。これ全部、演習で全部書いてあるんですね。そうですね。はぁ、すごい。木製の、はい、結構重いクロックに。おぉ。そんなに重くない？これぐらい重いっていう。重いね、でも。に、一面一周して、ソムタン書いて、すごい。おります。ああ、美味しそうなソムタン。これソムタンプーパラ？ソムタン？ソムタン会見。ああ、なるほど。会見。ソムタン会見。ああ、なるほどね。はい。すごい。これをね、ソムタン大会の、商品でね、出したいと思います。使っていただきます。はい、ありがとうございます。ご提供ありがとうございます。ご提供。ありがとうございます。で、これも。これは、あ、これも。サーとか言う。おお、すごい。セットで。ありがとうございます。何サー？知らない。サー。サー。サーだそうです。サー。これはクロック。ん？コ？クロックさ。クロ？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 でもあれですよね、後藤さん、タイ語の発音すごい綺麗ですよ。タイ語は頑張ってます。ね、僕はもうなんちゃってタイ語です。でやってくれてますから。うん、大丈夫です。じゃあこちらね、ぜひとも使わさせてください。はい、ぜひ。はい、それでですね、少しそのソムタウン大会のね、お話を、概要を、皆さんにお話をね、しておきたいと思います。ソムタウン大会はですね、2月の27日の日曜日に、開催することが決定いたしました。はい。おめでとうございます。で、僕の方でですね、嫁さんに協力してもらって、タイ語のね、広告を実は作りまして。あ、はい、送りました。送りました。
で、それをもうすでにですね、村人には配っておりまして、現在ですね、3カ所を、募集しているので、はい、見えるかな。またあのライブでね見えないか見えないから全然見えない。またライブでそれはあの広告どんな感じの広告作ったかね皆さんに、はい、お見せしたいと思いますけども、でまあ2月の27日に、開催が決定して、で一応ですね最初ね学校でやるつもりだったんですよ。学校でやるつもりで話をしてたんだけども、その学校のやっぱり校長先生からの許可がやっぱり今こういう時期なんで、はい、こういう時期でやっぱりなかなかちょっと難しいということで、まあ、今度は近所のお寺さんの方に、お話をしたら、まあその日もまた27日もやっぱり短文があって、まあ、子どもたちを集めてそれから、大人たちも集まって、いろいろこうそれこそソムタムとかそれからクイッキーをとかそういうのを皆さん作って短文して、まあ振る舞う、そういう日でもあるんで、じゃあそこでやれないかということで打診しましたら、OK が出ます。寺の祭りですかね。そう、お寺の祭りみたいなね。はい。まあ地元なんでそんなに大きくはないんですけど、その祭りで、ソムタム大会を開催すると、いうことになっております。はい。で、またですね、この詳しい、なんていうのかな、その内容についてはね、もう一回今度、ライブでちょっとね、お話をして、で、まあ、あのソムタム大会はですね、1位、2位、3位が賞金が出ると。賞金で1位の方はこれをゲットできる。よし。これを1位の方がゲットして賞金も今のところちょっと1000バーツになってるんですけど、それで2位が500バーツ、3位が500バーツ、で、まあ、参加賞で多分100バーツずつはこう渡すつもりなんですけども、まあ手間代がね、あるから、ソムタムを作る。材料費がね、あるんで。で、まあ、参加者は100バーツずつっていう感じで、で、あとは子供たちには、お菓子。お菓子のプレゼントをね、するということで、で、もうすでにで早くも僕の YouTube の視聴者さんの中の人であるとか、周りのね、僕の周りの人が協力してくれて、短文をしてくれて。で、それを寄付金、まあ僕も当然ね、当然出しますけども、賞金に当てたり、当然するんですけども、まあライブでですね、また逆に皆さんにもちょっとお願いするライブになると思うんだけど、そういうものもちょっと、だからそれによって賞金もまた少し、ね、かさ上げしていくとかっていうことも考えてるんで、まあそれはまた、次回のね、ライブで、お話をしたいと思います。まあそんな感じで、ソムタム大会をね、まあそういうお話をね、してるんだよね。してるところにこう協力をしてくださるというか、はい、非常に助かっております。いやなんか、ね、楽しみですよね、はい、いや多分ね喜んでくれるんじゃないかな。そうそれでさっきお話聞いたら、これのちっちゃい版、こんなミニチュアがなんか売ってるんですよね。初代これは土瓶っていうか、これは木製。はい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 。これは、これタムチャーかないな。瓶。リンパン。じゃ粘土。ああ、粘土。粘土、土だね。はい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 、はい。です。おお、それだこれのちっちゃい版、うん、本当にこのぐらいの大きさを、はい、販売をしてます。はいはい。もしよければ。そうですね。はい、後ほどまた概要欄には、後藤さんの YouTube とかチャンネルをね、貼っておきますので、そこから、購入方へ進んでください。よろしければ。よろしければ。はい、全部オーダーメイドでやってます。なんか、これをトッピングしたいとか、言っていただければ。なるほど。そういう要望に応えてる。前は、エビ、生のエビとか、変わった人だとスイカとか。スイカとかね。まあ、実際のソムタムではないけれども、みたいなものとか、何でもできます。なるほど、なるほど。はい。そしたらですね、ちょっと第2部っていうことで、今度はですね、この後藤さんが何者であるかっていうことを、少し深掘りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、次の動画でまたお会いしましょう。それではまた。さりかー。